県内外から115万人が訪れた有田陶器市。この陶器市の一角で有田町に古くから伝わる伝統競技が行われました。焼き物産地ならではの競争で来年の国スポ競技にも選ばれているんです。焼き物の町有田らしいこちらのお皿を使った皿かぶり競争がこれから行われます。その競争とは、その名もズバリ皿かぶり競争。有田焼の平皿を頭にかぶり、落とさないようバランスを取りながら進んでゴールまでの速さを競うもの。有田町で古くから伝わり、町民なら誰もが知っているという地元ではポピュラーな競技です。県内外から多くの人が訪れる有田陶器市に合わせて大会があり、子どもから大人までおよそ20人が参加しました。楽しかったです。頭の上に皿をかぶせてバランスを取りながらうまく走ることができたのでよかったです。何位でしたか？1位でした。最初は難しそうだなと思ったんですけど、してみたら結構楽しくてよかったです。陶器市らしい催し物だなと思って素晴らしいなって思いました。有田町の小学校の運動会では必ず行われるという競技。運動神経には自信がある記者が体験してみると、思うようにバランスが取れず早く歩くどころか落とさないよう注意することで精一杯でしたが、なんとか皿を割らずにゴールすることができました。地元の子どもたちとか、あと通りすがりのこう来場者の方とかも参加していただいてすごく良かったと思います。賑やかになりました。焼き物以外こういう文化があるんですよっていうのをお伝えできるっていうのが一番いいと思います。皿かぶり競争は来年佐賀で行われる国民スポーツ大会のデモンストレーションスポーツにも選ばれていて、来年の有田陶器市の開催期間に競技が行われるということです。まさに有田ならではでクスッと笑ってしまいましたね。楽しいですよね。見ている方もとても楽しくなりますね、はいはい、またこのほかに佐賀オリジナルのデモンストレーションスポーツとしては唐津市の七山で毎年行われていて、渓流や滝を歩いて登る滝登りと、木山町で世界大会が開かれた草スキーなどが行われる予定だということです。